デリック・ルイスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身、4オンスファイトクラブ所属、UFC 世界ヘビー級ランキング3位、元レガシー FC ヘビー級王者、7人兄弟の母子家庭で育ち、系譜に虐待される一方で、ストリートファイトに明け暮れた。17歳でボクシングを始めるが、試合出場目前に告知もなく突然、 ボクシングジムが閉鎖してしまう。高校を卒業した2週間後に、交際相手の元夫とトラブルになり、散弾銃で攻撃されそうになったため、相手を殴って警察に突き出すが、過重暴行罪で2年間の保護観察処分を受けた。アメリカンフットボールのスポーツ小学生として、キルゴア大学に進学するが、保護観察の条件として、受講を義務付けられていた教習クラスを、 通うお金がなかったルイスは、欠席を繰り返すと、保護観察違反で、刑務所に3年6ヶ月収監された。収監中に格闘家になることを考えていたルイスは、出所した1週間後には総合格闘技を始める。一方で、元ボクシング世界ヘビー級王者のジョージ・フォアマに、ボクシングの腕を見込まれ、車を買い与えられ、ジムに隣接するマンションの提供も受けて、 ボクシングに誘われると、ボクシングに気持ちが傾きかけるが、2010年に総合格闘技デビューすると総合格闘技にはまり、フォアマンに車を返却して、総合格闘技に専念した。2012年8月17日、レガシー FC ヘビー級王座決定戦で、ジャレット・ロショルトと対戦し、パンチレンダーデニ RKO 勝ち、王座獲得に成功した。 2013年3月1日、レガシー FC ヘビー級タイトルマッチで、リッキー・シーバーズと対戦し、パンチレンダーで3四個勝ち。王座の初防衛に成功した。2014年4月19日、UFC 初参戦となった UFC オン・フォックス11で、ジャックメイトを対戦し、パウンドで1四個勝ち。2016年4月10日、UFC ファイトナイト。 ロースウェル VS ドス・サントスでガブリエル・モンザーガと対戦しスタンドパンチレンダーで 1RKO 勝ちパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した2016年7月7日 UFC ファイト・ナイトドス・アンジュス VS アルバレスでヘビー級ランキング10位のロイ・ネルソンと対戦し2から1の判定勝ち2016年12月9日 UFC ファイト・ナイトルイス VS アブデュラキーモフでヘビー級ランキング15位のシャミル、アブドゥラヒモフと対戦し、マウントパンチで4四個勝ち。2017年2月19日、UFC ファイトナイト、ルイス・ VS ・ブラウンでヘビー級ランキング9位のトラビス・ブラウンと対戦。ボディへの前蹴りを効かされるものの、右フックでダウンを奪いパウンドでニャール KO 勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2017年6月11日 UFC ファイトナイトルイス VS ハントでヘビー級ランキング7位のマークハントと対戦しスタンドパンチ連打で4四個負け。敗れ走ったもののファイトオブザナイトを受賞した。試合後にこの試合が最後になるかもしれないと引退を示唆したが後に撤回し現役続行を表明した。2018年2月18日 UFC ファイトナイトカウボーイ VS メデイロスでヘビー級ランキング9位のマルチンティブラと対戦し、右フックでダウンを奪いパウンドで 3RKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年7月7日、UFC226 でヘビー級ランキング1位のフランシスガヌーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めるも、 両者ともに手を出さず終始お見合い状態となってしまい、UFC 解説の上ガ眼から、歴史上、最も退屈なヘビー級マッチだと告評された。2018年10月6日、UFC229 でヘビー級ランキング5位の、アレキサンダー・ボルコフと対戦。ボルコフのスピーディーな打撃に苦戦し、終始劣勢となるものの、試合終了直前に、右ストレートでダウンを奪い、 追撃のパウンドで、逆転の 3RKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年11月3日、UFC230 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、約1ヶ月前のオファーを受けて、王者、ダニエル・コーミエに挑戦。グラウンドで圧倒され、ニアールに、リアネーキドチョークで一本負け。 王座獲得に失敗した。2019年3月9日、UFC ファイトナイト、ルイス・ vs エス・ドス・サントスで、ヘビー級ランキング8位のジュニオール・ドス・サントスと対戦し、パウンドで西小負け。自身初の連敗を喫したものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年3月19日、UFC184 からの古傷だった左膝の全十字人体と、 内側側副人体の手術を受けた。2019年11月2日、UFC244 でヘビー級ランキング8位のブラゴイ・イワノフと対戦し、2から1の判定勝ち。2020年8月8日、UFC ファイトナイト、ルイス・ VS ・オレーニックでヘビー級ランキング10位のアレクセイ・オレーニックと対戦し、飛び膝蹴りから右フックでダウンを奪いパウンドで西子勝ち。 2021年2月20日、UFC ファイトナイト、ブレイズ VS、ルイスで、ヘビー級ランキング2位のカーティス・ブレイズと対戦し、ニアールにタックルに合わせたカウンターの右アッパーで、失神子勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞し、UFC 史上最多個勝利記録を更新した。2021年8月7日、UFC265 の UFC、 世界ヘビー級暫定王座決定戦で、ヘビー級ランキング3位のシギルガーヌと対戦。スタンドの攻防で終始圧倒され、3R にパウンドで TK を負け、王座獲得に失敗した。ありがとうございます。